だ僕結構やっぱりマタさん含めトライストンと喧嘩した時によく出てきたのが恩師教っていう名前も出てきたわけですよ、うん、まあいろんなことで多分恩師教のことなんて多分視聴者のことは全くわからないと思うんですけども、うんうんうん、逆にそういったことも含め、うん、松浦さん説明とかできます、うん、そのまあいわゆる芸能界の大御所も含めて、うんうんうん、どういうふうに説明、だからその恩師教ってこういうものだよってこういうのが芸能界にあるんだよ、音楽事業者、音楽事業者恩師教で教会か、要するにね恩師教って言ってるくせに歌手いねえじゃんって感じまあ確かに確かにいないですよね。恩師教って音楽だろって。はい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 。あこれ言うとすげえ怒られんだろうな俺。俺の恩師教の理事を4年以上やったよ、はい。やったけど辞めました。もう綺麗さっぱり辞めていく感じですか今。もちろん ABEX は恩師教加盟会社ですよ。はい。その中から選ばれて恩師教の理事になるわけじゃないですか。なんか10人だか10何人だか忘れたけど。はい。はい、その人たちが毎月会議するわけですよ。まあその芸能界についてってことですね。うん、はい。その会議が、まあ素晴らしい会議で、はい、僕はこんな素晴らしい会議にはとてもついていけないなと思って、辞めました。絶対素晴らしくないと思って辞めたんですよね。ものすごく素晴らしい会議ですね。そうなんですね。はい、今現在は滝藤さんですか、会長。滝藤さんは、これは、本当のこと言うよ。はい。超いいやつ。だ僕なんかは結構、あくまでそのどこまで真実があるか分かんないですけど、いわゆるマタさんがね、僕に対していろいろ話をしていくときに周りに言ったのが、俺が東を沈めると、辞めさすと、YouTube 暴露もと。だから、俺に任せてくれってことを恩師教に言ったってことを僕は聞いたんですよ。もともと、マタさんが。マタさんってそんなに力があるんですか？いや、僕もだからないのになんでやろうと思って、で、結果僕と喋るの逃げたんで、意味が分からんなっていう状況になってるんですよ、僕からしたら。だから恩師教は昔は怖いですよ。はい、はい、いやそうですね。僕も怖いってことはもう重々しました、はい、だって TSK だからね。はい、TSK これ皆さん TSK って今さりげなく出たこのイニシャルの3文字誰のイニシャルかっていうのはやっぱりなかなか言いにくいですけどね、芸能界を今取りまとめてらっしゃるであろう方のイニシャル文字を松浦さんがさらっと言いましたけど、俺別にだもん。はい、いや何言われたって、はい、謝れ、すいませんこれほんまね、まあやばいこと今喋ってあるからほんまに関係なくないよ、うん、いやもうこれね、だから全員先輩大先輩、まあそうですね、ものすごくお世話になってるから、はいはい、だけど仲がいい、それが特に、みんなそうですね、うん、だからそれで言ったら僕からしたらさっき言った三本柱の芸能界の人たちのことどう思ってるんですかってやっぱ思いますよ、ね、あのねこれは正直言うと、はい、全部俺にとっては大先輩で、うん、お世話になった人なんで、はい、悪口は一言もないどころか、はい、尊敬の念しかない、はいはい、ただ、はい、嫌なことされた人もいますよ、はいはいはい、一番仲いい人ほどするよ、はい、だからあのミューズの事件のようになるわけじゃん逆に松浦さんがしたら恩師教はどうなんですか？もう何ともないですけど、現状で言うと。僕らやっぱり昔めっちゃ怖かったんですよ、恩師教って。存在自体が怖かったんで。もうちょっとちゃんとした方がいいと思うよね。あ、今現状。怖い人が誰もいない。滝藤氏がいねえじゃん。滝藤は怖いな。なんか見た目は。見た目は恩師教も終わるね。まあそうかもしれないですね。時代の流れかもしれないですね。恩師教が良くないっていうことをよく分かっているのは、恩師教を作った田辺さんですよ。もう恩師教といえば田辺さん、芸能界といえば田辺さん、まあそうですよね、それは分かります、すげえ、あとこれ怒られるかもしれないけど、はい、だって本当なんだ